ニューマーク2とニューコロナで味わいのあるカーライフへ。東京トヨペット1977年ベストフェアは都内63会場でこの金土日の3日間開催。来て見て乗って新しい魅力をじっくりとお確かめください。あなたのおいでをお待ちしています。東京トヨペット。東京トヨペットがお届けする2つの新型コルサとニューマーク2発表会は今日まで。東京トヨペット。こんにちは。こんにちは。こんにちは。丸いハンドル丸く回し、お隣同士声かけ合って、今日も一日爽やか。東京の車は都内50カ所に営業所を持つ東京トヨペットにお任せください。東京トヨペット。日本生まれのアメリカ育ち、新型ハイラックス。東京トヨペットの1トンボンネット新型ハイラックス、今フルモデルチェンジで新登場。この14日木曜日、新型ハイラックス発表会でその全てをお確かめください。東京トヨペット。伝統に息づく壮麗な直線美を生かして、クラウンが新しくなりました。美しい日本の新しいクラウンです。東京トヨペットから新発売。お近くの営業所でじっくりとお確かめください。東京トヨペット。メーテルリンクさんは言いました。遠くまで出かけたのに青い鳥はここにいた。あなたがお探しの中古車は電話一本で見つかります。 443-7711 東京トヨペット。川端康成さんは言いました。国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。高速道路を出ると渋滞であった。ドライブには思いがけないことが起こります。焦らず急がず無理をせずに安全運転。そしてドライブの前にお近くの東京トヨペットで車の点検整備。これも安全運転のことはじめ。セーフティードライブでノーベル賞。大きなネットワークときめ細かなサービス。東京トヨペット。パンサークラリーのスポーツシューズで明日の天気を占ってみよう。ポーンなんて放り投げて落っこってきた靴の向きがパンサークラリーノの時は晴れ、そしてノーリラクーサンパーの時は雨。わかるかな。走れ本物、パンサークラリーのスポーツシューズ。個人曰く、男子ひとたび家を譲れば7人の敵がいるんだって。敵に後ろを見せるな、ライバルに足元を見られるな、なんて言うけどもね、パンサークラリーの履いたらどんどん足元見せちゃおう。ライバルギャフンなのだ。走れ本物、パンサークラリーのスポーツシューズ。アルファのクリスマス、いいね。アルファならではの220の専門店街がお届けするアルファクリスマスフェア、ただいま開催中。アルファのクリスマス、いいね。色男二枚目、遊び人綺麗好き、キズハンサム憎い人。なんと言われようと綺麗好きほどよくモテる。あなたの車の小型掃除機、スタンレーのカークリーナー。小さな電力でゴミ吸い取っちゃう。使いやすさが自慢の2枚目。自動車用品を。今度の週末、11、12、13の東京トヨペットは東京家族フェア。今話題のザ・バリュー・オブ・マーク2。そして大雪コーナーとクール・ビューティー・エクシブ。車選びの楽しさのワクワク、ウキウキ。この気分を独り占めにする手はありません。ご来場抽選だってあるんだから。今度の週末、2日3日4日の東京トヨペットは東京家族フェア。家族揃っての車選びと特別プレゼントが待ち遠しい東京トヨペット東京家族フェアがいよいよ開幕します。10月は特に日米野球フェアチケットの5000円抽選プレゼントがあります。東京トヨペット。今度の週末、10日11、12の東京トヨペットは東京家族フェア。クラウンマジェスタとロイヤルシリーズ、ソアラマーク2エクシブにコンフォートデザイニングコロナ、それぞれ主張を持った車と
オリジナルオリンピックグッズなどが当たるご来場抽選でお待ちしています。東京トヨペットマーク2 20秒ナンバー36。東京トヨペットのお届けするマーク2、確かな手応え、レザーアルファ 1G2 ツインカム24、コンピューターで制御された足、緻密な作りの室内と装備、マーク2はトヨタの最高技術の結晶です。東京トヨペット。東京トヨペットときめきカリーナ20秒ナンバー37。東京トヨペットにときめきの新しいカリーナ誕生。ツインカムエンジン搭載、フルスタビライザー装備の新しいカリーナ。生きる喜び、ときめきのカリーナは東京トヨペットがお届けします。東京トヨペット。東京トヨペットピーカンコルサ20秒ナンバー38。東京トヨペットに新しいコルサ、ピーカンコルサ新登場。アキラとピーカン、モモコとコルサ、ヨウコとご機嫌、クミコともう一度ピーカン、そしてミホちゃんとピーカンコルサ。ああ、おじさんどうしようかな。ピーカンコルサ。東京トヨペット。東京トヨペット爽やかご商談会20秒ナンバー39。東京トヨペット爽やかご商談会。この週末の東京トヨペットのショールームは爽やかさと眩しさと胸がドキドキときめく車でいっぱいです。10時15は査定プレゼントもある東京トヨペット爽やかご商談会。東京トヨペット。東京トヨペットときめき発表会20秒ナンバー40。今度の土日の東京トヨペットは新しいカリーナ新コルサときめき発表会。ときめきの新しいカリーナ誕生、そしてピーカンコルサ新登場、その上ときめきプレゼント。21-22の東京トヨペットは新しいカリーナ新コルサときめき発表会。東京トヨペット。東京トヨペットときめきアンコール発表会20秒ナンバー41。東京トヨペット新しいカリーナときめきアンコール発表会。もうご覧になりましたか。ときめきの新しいカリーナ、おかげさまで大好評。ご来場抽選プレゼントのあるお近くの東京トヨペットでお確かめください。28-29は新しいカリーナときめきアンコール発表会。東京トヨペット。八方尾根に夏山のシーズンが来た。八方山荘から第一報。今朝早く信濃四ツ谷駅に着いた。ケーブル、リフトと乗り継いで海抜1700メートルの展望台まで楽に登ってくる。突然目の前に迫る屏風のような北アルプス連峰。山を知らない君でもこの素晴らしさにきっと目を見張ることだろう。第一ケルン、第二ケルン、第三ケルン。静かに立つケルンは八方尾根のシンボルだ。白馬三山を浮かべた八方池、天然記念物の森青ガエル。足元に咲き乱れる色とりどりの高山植物。ライチョウがひょっこり顔を出した。ここで山と共に生きてきた大谷じいさんに会う。左手は五竜ですね。一番先五竜鹿島槍で、右手は帰らず天狗岳槍、白馬槍とも言ってますが、槍、杓子、白馬とホレン、乗鞍岳が見えて、アルプスの
この北アルプスはそれで終わりで。はゴリウカカエラズカカエラズカカエラズカ。ガイドの人たちが歌ってくれた安住節。チョコサイコラコイ。今山荘の外でキャンプファイヤーが始まった。僕も行ってくる。八方尾根は女性の君でも楽に登れて、スケールの大きな尾根歩きを楽しめるところだ。今度は君と一緒に来よう。おやすみなさいと僕の名を。花とケルンとアルプスの展望台、八方尾根。八方尾根は便利になりました。ご家族みんなで楽しんでいただけます。この夏を八方尾根で涼しくお過ごしください。お問い合わせは東急グループ白馬観光開発へ。電話は462-2271番、462-2271番、白馬観光開発です。特集ダミーヘッドによるオーディオコミック。このドラマはダミーヘッドを使用しております。ヘッドフォンでお聞きいただきますと、今までと違った音の世界が楽しめます。ぜひお試しください。加賀山の麓の少年孫悟空は、大猿覚炎にさらわれた母から生まれた運命の子でした。孤児となった悟空は、加賀山水蓮洞で青天大聖と名乗る一丸の巨大な妖怪無色から、その青天大聖の称号と不思議な金の輪を譲られます。痛い、帽子が、帽子の金の輪が頭を締め付ける。痛い、苦しい。青天大聖無色、今自由になった。水を支配すると言われた一丸の妖怪無色、山を崩し谷を破壊し、あふれる水の中ににょっきりと立ち上がって、軍勢を家を社をつかみ取り、投げつけ食いちぎり、自在に暴れ回ります。しかしその社の中の二郎神君の心臓を噛み砕いたのは失敗でした。二郎神君の心臓の持つ鎖が再び無色を爆したのです。悟空、聞いているか。わしの称号を受けたことを忘れるな。お前は青天大聖なのだ。わしはどこにでもいてお前を見ているぞ。青天大聖孫悟空よ、お前のなすべきことをよく考えよ。悟空、月日は過ぎ、洪水を逃れた悟空は山野に行き、獣を取って食し、野生児さながらの姿と化していました。そして麓の村へ羊を取りに入った時、村人に捕らえられ、役人の手によって唐の都長安へ送られようとしていました。よし、ここで野宿するぞ。準備しろ。お願いがあります。私は玄城という旅の僧ですが、道に迷って困っています。よろしければご一緒させてください。おお、ちょうどよかった。お坊さん、見てくれ、この野原、白骨の山だ。お経でも読んでくれんか。落ち着いて眠れるかもしれない。わかりました。戦乱で命を失った方々の菩提を弔って差し上げましょう。玄奘と名乗る若い僧侶は、野原に散らばる白骨に向かって経を読み始めました。その声は檻の中の悟空にも届きます。どうしたんだ。頭がすっきりしてくる。いろんなことを思い出してくる。青天大聖、いや違う、悟空。そうだ、僕は孫悟空だ。見れば子供のようだが、
そなたどうしてこんなところにいるのだ。それが孫悟空と玄奘三蔵との出会いでした。お坊さん頼む、もっと経を読んでくれ。だんだん頭がすっきりしてくる。いろんなことを思い出してくるんだ。お坊さんお経読んでくれ。陽子天気を乱し豪華細工を焼く、一朝乱起こりて滅び俗費三択にこもる、百姓脳さまよい三鬼人心を惑わす、深海の意を知らんと欲せばすべからく聞け妖艶伝。諸星大二郎原作、佐々木守脚本、高橋陽一音楽、西遊妖艶伝第2回。さすがは大工場だ。こうして船で遡れば長安への旅も楽なものですな。いや偶然お会いしてよかった。そちらも囚人のご僧のようですな。いや私どものは囚人というより野人の子ですがね、珍しいもの好きの李世民様にお目にかけようと思いましてな。そちらは、例の龍国達の一味で宝外寺というやつです。年は若いがしたたかなやつでしてな、都へ着けばおそらく斬首でしょう。首を切られてたまるかい。必ず逃れてこの復讐をしてやるぞ。やかましい、毒の一味ある、黙れ。郊外寺、俺と同い年くらいだ。大黄河を行く船、その檻の中で悟空は同じように檻に捕らえられた郊外寺という少年に出会いました。あの夜玄奘という若い僧侶のお経のおかげで今はすっかり自分を取り戻した孫悟空です。おい引け、しっかり引け。何馬を引け、何をしている。負けると容赦するぞ。三門橋の難所に差し掛かって船は帆や炉では動かなくなり、大勢の妊婦によって岸からの綱で引かれながら予約急流を遡っていきます。立て、歩け、直して、党に逆らうとこのままには背負かんぞ。ひどい、ひどすぎる。なんてことするんだ。悟空、お前は青天大聖だ。虐げられた人々の恨み晴らしたいとは思わんか。青天大聖。悟空は心に響く声を聞きつけました。それはあの青天大聖無色の声でした。青天大聖孫悟空よ、お前のなすべきことをよく考えよ。くそ、党の役人目だ。猿、その目は何だ。猿め、こうしてくれる。ほら、離せ、生意気だ、離せ。許さん。野人が暴れ出したぞ、助けてくれ。不思議な力が悟空の体の底から湧いてきました。役人の棒を奪い、檻を砕き、悟空は飛び出します。攻め寄せる党の役人たちに向かって悟空は手にした棍棒を振るいます。狭い船の上はたちまち激しい戦いの場になりました。しかもです、青天大聖。
上水の中から現れたのは、あの青天大聖と名乗った一丸の妖怪無色です。大甲賀の水は逆巻き渦を巻き、船はこの葉のように揺れ、メリメリと壊れていきます。おい、俺も出してくれ。こっから俺も出してくれ。待ってろ、今助けてやる。へい。ありがてえ。くそ、来い役人め。数時間の後、悟空と郊外寺は近くの村で手に入れた服を身につけ、小さな祠の中で焚き火を囲んでいました。孫悟空とか言ったな。改めて礼を言うよ。それにしてもあの水の中から現れた化け物は何だ。俺たちが逃れたらまた水に潜っちまったけど。あれは青天だ。いや、いいんだ。変なやつだな。まあいいや。ところでお前これからどうする？わからない。じゃあ俺と一緒に来いよ。仲間に入れ。仲間って？龍谷達様の部下になるってことさ。何者だその人は？関東王と称して河北一帯を治めてる人だよ。隋や唐のように民衆から何でも踏んだくればいいっていう連中とは違うんだ。じゃあ偉いんだな、その龍谷達は。そうとも。俺の親父みたいな人だ。父さん？本当の親父じゃないけどさ。俺がまだガキの頃、村が軍刀に襲われてお袋が盗木にさらわれてな、俺は木に吊り下げられちまったんだ。そこを通りかかった龍谷達様に助けられて今日まで育てられたってわけ。しかしもう唐の天下だって言うじゃないか。負けるもんか。特に今度の相手の李元吉なんかにはな。李元吉って誰だ？お前何にも知らないんだな。元吉ってのはな、唐の皇帝李渊の三人兄弟の末っ子さ。長男の剣聖は手強い、次が聖民でずる賢い、三番目の元吉は大したことがない腰抜けだ。やるんだ、戦うんだ。龍谷達様の下で天下統一を図る唐の軍勢と徹底的に戦うんだよ。623年、日本では聖徳太子が没した翌年あたり、中国は戦国時代。しかし各地に勃興してそれぞれ国を建て皇帝を名乗った軍友たちはすでに唐によって打ち滅ぼされ、天下はほぼ九分九厘まで唐の手中に帰していました。しかしまだそれを良しとしない勢力もわずかに残り、その中でも河北の龍谷達は唐帝国に頑強に抵抗した軍友の最後の一人でした。その女か。金は決めた通りだぞ。いいともよ、金が先だよ。誰だろう今頃。人かいさ。あの様子じゃ食い物はないな。姉さんやだよ、売らないでくれよ。金は払ったんだ、さっさと来い。あの男、女を買っていってどうすると思う？食っちまうのさ。この基金だ。あの女食用に買われてったのさ。なんだって？おい、よせ、ほっとけ。待て、その女の人をどうするんだ。仲間じ、引っ込んでろガキ。待て、助けとくれ。待て、だ、誰だ。悟空の前に飛来した一本の棒、それを追ってきたのはまだ若い騎馬武者でした。どうして邪魔するんだ。この二人私の姉さんよ。お前女か。龍侍女じゃねえか。久しぶりね、郊外寺。知り合いなのかお前ら。以前俺と一緒に龍谷達様のところで働いてた女よ。お願いだよ、姉さんを助けておくれ。飢え死にしそうで仕方なくだったんだ。これを持ってさっさとお行き。今度こんなこと見たら勘弁しないからね。ごめんな。およこし、渡すんだよ。これでしばらく生きられるよ。あのごうつくばりと何でも言いなりの女がお前の姉さんだったとはな。腹違いの姉よ。近頃ほとんど会ってないけどね。ところで郊外寺、この坊やは孫悟空って言うんだ。
一緒に曹州の龍谷達様のところへ行こうと思ってさ。龍谷達は曹州にはいないよ。とっくに曹州は唐の軍勢に占領されたよ。なんだって？それで龍谷達様は？さあ、多分関東へでも行ったんじゃないの？そうか、わかった。悟空、すぐ関東へ行こう。関東へ行ってどうしようっていうの？あんた一人行ってもどうなるもんでもないわ。じゃあどうしろって言うんだ？この先の兵長さんの山賊兄弟覚えてるでしょ？金閣銀閣のやつらか。彼らを説得してこの山に立てこもり時機を待つのよ。金閣銀閣って何者なんだ？一時龍谷達様の傘下にいたこともあるケチな山賊さ。龍次郎、あんなやつらが当てになるもんか。郊外人。俺は関東行くぜ。悟空どうする？そうだな、俺はまあどっちでもいいよ。あんたは私と来るのよ。ならそれでもいいぜ。じゃあ俺行くからな。だったらこの馬あげるわ。ありがてえ。あばよ、悟空、龍次郎、生きてたらまた会おうぜ。郊外寺。慌ただしい出会いと別れでした。龍谷達を求めて関東へ旅立った郊外寺。そして悟空は出会ったばかりの男装の美少女龍次女と共に兵長さんへ向かうのでした。止まれ、お前たちは何者だ？五行さんの龍次女、金閣銀閣に用があってきたのよ。さっさと伝えなさい。連れて行かれたそこは岩山を利用して巧みに作られた大きな砦でした。五行さんの何とか言うから誰かと思って通してみりゃ可愛い娘っ子じゃねえか。お前は銀閣だね。金閣はどこ？兄貴は出かけとる。お前何かい？兄貴の嫁にでもなりに来たろうかい。銀閣、龍谷達が唐に攻められた時援軍も出さなかったとはどういうこと？負けると分かった戦に援軍を出すバカがどこにいる。龍谷達が河北を制していた頃その権力を傘に着ていたくせに今になって裏切る気かい？そんなこと私が許さないよ。許さなきゃどうするってんだい。そんな怖い顔してねえで、ここへ来て尺でもしろ。銀閣。さあ、お頭のお呼びだ、来いよ。おやめ。とー、うん、一瞬龍次女の手が動きました。蜘蛛子男は腕をつかまれ宙に舞ったのです。この馬やつめ、バケやんねや。悟空、手を出すんじゃないよ。おめえ、その女俺に任せろ。銀閣来るか。えい、青天玄女龍次女行くよ。青天玄女、待ってくれ龍次女。待ってくれ、弟を助けてくれ。兄貴。金閣、頼む、ここはわしに免じて弟を助けてやってくれ。こいつは何も知らんのだ。銀閣、武器を引け。ここへ来て両手をついて頼むんだ。龍次女、この通りだ。金閣は龍次女の前に両手をつきます。その声に手下たちも銀閣も一斉にひざまずくのでした。銀閣にはわしからよく言い聞かせる。以後お前の言うことに何でも従うよ。よし、それでは今日からこの山菜は私が取り仕切るよ。今までより一層の防備を固め、食料を蓄え、龍谷達の残党を集めて、やがて唐の軍勢と戦うための拠点とする。分かったね？分かりました。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 すげえや龍次女。悟空は目を見張りました。自分と年の変わらぬ、しかも武装しているとはいえ、か弱い女性の龍次女のどこにこんな力が秘められているのでしょうか。そして先刻龍次女が名乗った青天玄女という言葉も気になることの一つでした。しかし悟空は金閣銀閣の兄弟がささやき合っていたことには気づきませんでした。あの女の腕じゃない。どうもあの女の背後には何か不思議な力が働いているように思うんだ。不思議な力？わしはその力の秘密は五行さんにあると睨んでいる。しばらくあの小娘の言うなりになってその秘密を探り出してやりたいのさ。
龍二城、あの山は一体？五行山よ。この平長山と峰続きだけど、普通の人間にはまず絶対と言っていいくらい入れない山よ。明くる日、悟空は龍二城に連れられて砦のある平長山の頂に立っていました。目の前に見る五行山は深い霧に閉ざされています。さあ行こう悟空、五行山へ。え、あの山へか？私があんたを連れてきたのは山賊に引き合わすためじゃない。五行山で見せたいものがあるからよ。そういえば銀閣と戦った時、青天玄女とか言ってたな。どういう意味だ？それも五行山の白雲堂へ行けばわかるわ。さあ行こう、青天大聖孫悟空。深い霧、断崖の細い道、岩から岩をたどる道。しかし悟空は体の底から湧き上がる不思議な力で龍二城の後を追います。そして深い渓谷の上に伸びる細くて狭い岩の橋を渡った時、龍二城が振り返って言ったのです。悟空、あれを見てごらん。あれは青天大聖。なんとそこに、あの青天大聖と名乗った一眼の妖怪、無色そっくりな形をした岩がそそり立っていたではありませんか。おいで、ここが白雲堂よ。龍二城、これは？この文字は一体何だ？驚きの連続でした。龍二城に連れて行かれた白雲堂という洞窟の中で、悟空は見たこともない文字がいっぱいに刻みつけられた二面の平たい岩を見せられたのです。これは何だ？何て書いてあるんだ？私たちには読めない古代の文字よ。一体誰が彫ったんだ？さあ、いつの頃ともわからない大昔からここに刻まれていたらしいわ。入り口で見たあの青天大聖の像もか？あれも大昔に誰かが彫ったんだって私の師匠が言っていたわ。師匠？そう、信玄大仙。私は7つの時にこの山に捨てられたの。麓の村で生まれたんだけど、母さんは隋の容体の運河工事に駆り出されて死に、父さんは高句麗遠征に挑発されて戦死して。俺や郊外人に似てるな、龍二城。そして7つの時の大飢饉で、あの二人の姉さんに捨てられたのよ。五行山に迷い込んで信玄大仙に拾われて修行して10年の間。それであんなに強いのか。私のことより岩の文字を見て。師匠が教えてくれた内容はこうよ。東の壁には72人の人物の名があり、視察72世に応じてるって言うわ。なんだい視察って？地上に生きて民衆のために乱を起こし権力者と戦った人々よ。いいえ、これから戦う人の名前もずっと書かれているって言うわ。その中に私の名も、あんたの名も。なんだって？俺の名前も出てんのか？それから西の壁には天候36星に応じた名が書かれている。天候？天候とは北斗星のことだけど、私にはまだよくわからないこともあるわ。でも悟空、視察72世の中に私たちの名前があるってことは、私たちは民衆のために党と戦う定めにあるってことよ。俺は党と戦おうなんて思っていない。それは大聖様とお前の先祖の意志に反することじゃぞ、悟空。はあ、てめえはいつからのじじい。上に現れたのはあの目玉の大きい老人でした。スーヒコ、しばらくじゃないの。お前、この妖怪じじいを知ってんのか？化け物じみた老人だけど敵じゃないわ。師匠がまだ生きていた頃、時々碁を打ちに来てたものよ。ひどいこと言うな、二人とも。これでも陰ながらお前たちを見守ってきたんだぞ。そんなこと頼んだ覚えはないぞ。お前のずっと祖先から見守ってきたんじゃ。あの地殺72人の中に孫恩という名がある。それが200年の昔、20万の民衆を率いて戦ったお前の祖先。200年前？じゃあお前は200歳以上か。このじいさんならあり得ることね。俺が孫恩の子孫なら、俺の父さんはやっぱり孫外だ。大勢のことなんてやっぱり嘘だったんだな。嘘ではない。
孫恩は破れて海に入って死んだが、それは水の神無色様のもとへ帰ったことじゃ。つまりお前は孫外の子であって大聖様の子。お前はその意志を継がねばならんのじゃ。へりくつを言うな。悟空、それより金閣銀閣のことが気になってきたわ。彼らがどうしてるか見てみましょう。龍二女はそう言うと、そこにあった壺の一つに歩み寄り、目を閉じて奇妙な形に腕を重ね合わせました。壺が光る。いつか確か聖天大聖も。大変、金閣たちが麓の村を襲ってるわ。悟空、行きましょう。やめてやめて、皆殺しをするぞ。やめろ、やめろ、殺せ、殺せ。やめろ、誰が言った。やめろ。村人から略奪しろと誰が言った。私のいない間にやればわからないとでも思ったの。兵糧を集めて立てこもるって言ったのはおめえだぜ。確かに言ったわ。でもそれはあるところから取れってことよ。今どき食い物が余分にあるところなんてあるもんけ。あるわ。唐の軍隊の兵糧運搬隊よ。お前、唐軍の兵糧部隊を襲っているのか。さあ行くよ、唐の部隊を攻めるのよ。龍二城、どうしても唐と戦うっていうのか。悟空、今さら尻込みしないでしょうね。さあ唐軍に向かって突撃。龍二城率いる金閣銀閣の山賊軍は唐の食糧隊に襲いかかります。金閣も銀閣もそこは山賊、奪うとなると相手が唐だろうが軍勢だろうがたちまち勇気百倍、当たるお幸いなぎ倒します。そして悟空もいつかその戦いの中で暴れ回っている自分に気づくのでした。やがて唐軍はおびただしい死体と食料満載の荷車を幾十台も残して逃げ去ります。よし、引き上げだ。はあ、恐ろしい、なんということだ。引き上げる一体を見て物陰でそうつぶやいた者がいました。いつか経を読んで悟空を我に帰らせたあの玄奘と名乗る若い旅の僧です。まだこのようなことが繰り返されている。御仏の教えはまだまだ人の心に根付いていない証拠だ。凛々しい舞を潜める玄奘には気づかず、悟空は龍二城に呼びかけます。龍二城、よかったな、大勝利だ。悟空、これからも私たちは権力を集中しようとしている党と。あ、どうした龍二城。なんでもない。金閣銀閣、食料はしっかり運び込むんだよ。私は御行山へ帰るからね。龍二城、どうしたんだ龍二城。突然の龍二女の変化でした。一体何があったのでしょうか。龍二女は何もかも振り捨てるようにして駆け去っていったのです。龍二女、どこだ龍二女。五行山の白雲洞へ帰った悟空は龍二女を求めて広い洞窟をさまよいます。龍二女、どこにいるんだ龍二女。龍二城、来ないで、あっちへ行って。龍二城、一体何が。そこに一矢まとわぬ龍二城の白い肌がありました。白雲洞の奥の地下水の泉の中に黒い髪の毛を白い肌に散らしただけの龍二城の彫像のような姿があったのです。諸星大二郎原作、佐々木守脚本、
高橋陽一音楽最優妖艶伝第2回。今夜の出演は孫悟空錦織一清、郊外寺中村茂幸、龍二女河合美智子、玄城塩沢兼人、無色石田太郎、通飛行三谷昇、金閣樋口貴教、銀閣早坂直哉、他に中村恵子、西田恵里、天園翔子、筒井匠、岩崎宏、青年座 M3 の皆さん、そして語り手山田康夫でした。ではまた明晩。ピノチオ子供服のブレザーは洗濯機で丸洗いができるのよ。素敵。明星麺吉コーンラーメン新発売です。カメラのことはすべて新宿西口ヨドバシカメラにお任せください。フィルムも安い。こんにちは、東海急便です。桜のマークの東海急便です。課長、金券の配達がうまくいってないようだが、どこかいい運送会社はないかね。は、それでしたら、こちら東海都内金券専門輸送の東海急便、無線システムでスピード配達、桜のマークの東海急便。安さで勝負、カメラの桜屋。新宿駅東口本店、カメラの桜屋。日が少しでも傾くと平原は起伏を取り戻した。生えている草は色を変えていった。パイオニアの新しいコンポーネントカーステレオ、ロンサムカーボーイ。ロンサムカーボーイ。ビバピープル。アメリカはもちろん、ヨーロッパでも一流の自動車メーカーが採用しているカークーラーの心臓部、三電ロータリーコンプレッサーは世界の一流品ですよ。三電ロータリーカーエアコンカークーラー。ビバ。どうしました？エンストしちゃって。じゃあ僕が見てみましょうか。すいません。こんな時のため安全点検は昭和石油へ。ありがとう。あの、お名前は？笑顔の出会い、安心のスタート。昭和石油。片山理事です。あなたの悩みをどうぞお聞かせください。はい、頭のことですか？毛が多少薄いくらいで引っ込み思案になってしまうなんて実に馬鹿らしいことです。で、そのことならば私よりもアデランスがいいですね。プロのヘアカウンセラーが1対1でじっくり相談に乗ってくれます。電話は東京は03ですね。03-341-9696、ミオイ黒黒です。アデランス。後楽園遊園地にレッドタイガー登場。正義の二段変身で迫るよ。私今日からアイススケートなんていう君は黄色いビルの後楽園。アイススケートはもちろんローラースケート、ボーリング、何でも OK。 遊びすぎても飽きることなし後楽園。ゴールデンウィークは後楽園へ行こう。電装プラグバイドユー。熱い火花が飛び交う。素晴らしい着火性。ワイドユー。ユーカットの着火エネルギーが生み出すスムーズな始動、鋭い加速。ワイドユー。ワイドユー。フォーユー。ジャスナウレディオ JOQR。 東京都では暮らしに生きる憲法を皆さんに振り返ってもらおうと、5月2日午後5時半から日比谷公会堂で憲法記念講演会を開きます。評論家の森本哲郎さん、犬飼智子さん、中央大学教授の橋本公信さんたちのスピーチをお聞きください。大野屋からのお知らせ。メモリアルアートの大野屋では、自然の美しさと緑に囲まれた都営八王子霊園のお申し込みを受けたまわっております。お問い合わせは 208-7777、 208-7777、 大野屋へ。風の中、スカイラインは長い橋を渡った。フリーウェイに入った。
山並みの道を駆け抜けた。見慣れた街角が長かった旅の終わりを知らせてくれる。旅の終わりにスカイラインを知る。スカイラインの走りを知る。遠い国まで。スカイライン、ジャパン。技術の成果が形になった新型日産バイオレット。機能を極めたシンプルな形はあくまでも美しく、高性能2プラグ Z エンジンを搭載。新しい時代の流れをみなぎらせ、新型日産バイオレット。 Good design. Violet. 本当に使いやすい車は美しい。夏の直行便がお肌に着陸、体験しましょう。水がいらないだけじゃない、ハネボーパウダーケーキ。伸びがいいからお肌も伸び伸びなんて。水がいらないハネボーパウダーケーキ。胃がシクシクと痛む、カーッと痛む、キュッと痛む、クーッと痛む、じわーっと痛む、ずんと痛む。お腹がすくと胃が痛む、ムカつく。こんな時サクロン S、 寝る前に飲むと効果的です。緑の胃薬サクロン S。 田川陽介です。リボンシトロンで君を巨人戦ナイターへご招待。今リボンシトロン大瓶1ケースをお買い上げの方に、抽選で1万組のペアをあの巨人戦ナイターにご招待します。グリーンボトルのリボンシトロンで君もどんどん応募しちゃおう。詳しくは販売店でね。ようこそ昭和ホンダです。車を見たい、知りたい、乗りたい、思い立ったらそう、お近くの昭和ホンダへどうぞ。お問い合わせは東京800-9番。昭和ホンダは真心込めたサービスでお待ちしています。伝統に息づく壮麗な直線美を生かして、クラウンが新しくなりました。美しい日本の新しいクラウンです。東京トヨペットから新発売。お近くの営業所でじっくりとお確かめください。東京トヨペット。今度の車何にしようか。シグマ。一人ずつ言いなさい。ギャン、シグマがいいわ。断然ラムダさ。私はセレステよ。僕ランサー。おやおや、一度新西東京三菱のショールームへお出かけになりませんか。三菱の車ならどれを選んでも安心です。ぜひお近くの新西東京三菱自動車へ。三菱ギャランシグマ、世界を驚かせたサイレントシャフト付き AT エンジン、そして徹底した静粛設計。窓を閉め切るとくつろぎの世界。ギャランシグマ。シスコのクッキービスケット号は個性豊かな特別仕立て。ペペロバタークッキーモンタナスインサンドマカダミアエトセトラと、美味しさ栄養ボリュームのエキスプレス。ティータイムにシスコのクッキーとビスケット。あなたのそばで暮らせるならば辛くはないわ。この東京砂漠、都会の風が好きな人たちへ。ダイヤパレスのダイヤ建設、私たちは住まいの心を大切に育てます。キャプテン、地球からエアコンのサンプルが届きました。どれどれ。おお、霧ヶ峰か。いや、これはなんだ。カタログには健康冷房が一目でわかるグリーンサインと書いてあります。何、地球にもそんなに進んだエアコンがあったのか。恐るべき。霧ヶ峰。冷やしすぎに注意しましょうね。メーテルリンクさんは言いました。遠くまで出かけたのに青い鳥はここにいた。あなたがお探しの中古車は電話一本で見つかります。 443-7711 東京トヨペット。川端康成さんは言いました。国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。こ
高速道路を出ると渋滞であった。ドライブには思いがけないことが起こります。焦らず急がず無理をせずに安全運転、そしてドライブの前にお近くの東京トヨペットで車の点検整備、これも安全運転のこと始め。セーフティードライブでノーベル賞。大きなネットワークときめ細かなサービス、東京都